はい、トーマです。今回はですね、アンガールズの田中が生放送中に金玉を出したみたいなんですね。爆笑ヒットパレード2020という生放送の番組で、なんとなんかこういう風にですね、なんか変なこんなやってこうやって、それでなんかあれ、あの金玉が出ちゃったみたいなんですよ。まあこのことについて思ったのは、おい田中、もっと金玉出しちゃえよって思いましたね。なんでかというと、これね、金玉を本当にもうポロリ、さらにポロリしちゃったら、視聴者っていうか、まあ視聴率が急激に上がると思うんですよ。はい、テレビとしては美味しいことなんですよね。はい、これフジテレビの番組でしたよね。この頃のフジテレビの番組って視聴率低下してるのが多いと思うんですよ。だからやるべきだったと思うんですよ。フジテレビとしてはこれ美味しいことだと思うんですよ。だからポロリするべきだ、もっとしちゃう、もうやるべきなんですよ。はい、もっとポロリを、金玉をね、もっとポロリ、本当にもうもろあれをポロリするべきなんですよ。そしたらもうすごいあれですからね、はい、さらに騒ぐと思うんですけど、まあこのね、金玉のポロリってずいぶん前からポロリしてるの多いじゃないですか。例えば笑福亭鶴瓶さんもね、生放送中にポロリしちゃったり、いろいろいると思うんですけど、まあ別にこれ悪いことではないと思うんですよ。はい、だってテレビね、以前はね、男の子、まあ、小さい男の子でも普通にあれ、金玉ね、普通に映してたじゃないですか。だから別にこれが悪いとかけしからんって僕は思いませんね。はい、まあさらにはね、まあ女性とかだったらこれね、普通にあれをこれがね、胸普通に出してたじゃないですか。まあドラマとかでもね、普通にあれを出してたから、これは別に問題はないと思う。まあ今はね、規制が厳しくなってますからね、これだけでクレームが来るっていうのはね、ちょっとどうかなって、これだけでクレームが来るのはちょっとどうかなって僕は思いますね。はい。